中村彩乃と申します。まず空手は、武器を持たない、ね、自分の体のあらゆる部分を使って拳だったりとか肘だったりとかいろんな部分を使って自分の身一つで、自分の身を守るっていう武術です。競技自体は、型と組手って2つあるんですけども、型は、決められた演武線の上で決められた技があるんですけど、それをいかに速くとか正確さ、あとは決めだとかそういうものを、競う競技で、組手は相手がいて向かい合って行う競技なんですけども、決められた部位に正しく攻撃されているかとか、それも力強さ、スピード、決めを、競う競技になってます。私は松濤館流なんですけども、松濤館流の型の中25個ありまして、まあ、空手に先手なしっていう言葉があるんですけど、全て受けから始まるようにできています。基本の型は突いたり蹴ったり受けたりっていうものがあるんですけど、それが難しくなっていって、これが敵って横の動きしかなかったりとか、それは立ち方が強くないとできないとか、あとはそれを全部できた上で技がどんどん複雑になっていったりします。まあ、先手型4つありますけど、伐採台は受け返しが特徴的で、その次が関空台、関空台は空を見上げるって、一番最初にこう何も武器は持っていませんで空を見上げる、瞬発性とかを強調するっていう方なんですよ。鉛筆っていうのはツバメが飛ぶと書くんですけども、俊敏性だとか体の柔軟性だとか、そういうのを特徴としている方で、その3つがきちんとできてから体に覚え込ませて稽古をしたものがジオンっていうもので、ジオンはすごく大きく単調な技なんですけど、その3つの型を理解していないとうまく表現ができない、軽い型になっちゃうんですよね。ちょっと重みがあるっていうのが特徴の型なので、それを表現するのが難しいって言われて、まず最初に、一番大切な礼を学んでもらうんですけども、まずは正座ですね。でそれから、礼をしてから、で立って立ち方を学ぶ、で手の握り方、武器を作る練習をして、突き蹴り受けて技をどんどん覚えていきます。でその後は立ち方が、今度足の幅が広がったりして、力を伝えられるように体を大きく動かす練習をして、でそれを今度移動とともに練習していきます。でそれを回転を加えたりとか飛んだりとか、今度大きい体の使い方を練習して、それでも技がぶれないように稽古をしていきます。ちょっと手を握る、ただ握るだけじゃなくて、小指から細かく握っていって、もう一折りで最後に親指で閉じる、でグッて握るのではなく、糸一本分含むように握って、でここには力は何加わってはいない、ただこの形ができていないと自分の武器が壊れてしまったりするので、正しく、ほんと細かいですけど、小指から、自分の手の小指から、今度は足も足の小指からって、自分の細かい部分を自分でコントロールできるようになっていくようになります。技に力を加えるためにも考えるので、どこから力を発生するのかってことになって、そしたら立ってるその足の形だとか、足が床に全部ついていないと力は発生しないっていうふうに教えなきゃいけなかったりとか、で今度は足から膝に力が行き、膝から腰に力が行き、で腰に準備していたこの引き手ってあるんですけども、その引き手から今度は技に伝わっていくって、
っぱり足が大事かなって思います。そこから姿勢に行き、最後は正しい技のコースができているかっていうのが大事な3つかなって思います。やっぱり日本の文化だと思うんです。礼をしたりとかするのは礼儀作法だったりとか、その心の部分、人が話してる時にちゃんと目を見て話しなさいとか、一番最初に会ってご挨拶をしなさいって、そのご挨拶も大きい声で元気よくした方が気持ちがいいねっていうふうに教わってきたので、やっぱりそれが一番大切なのかなっていうふうに思います。強さっていうのはやっぱり心の部分だとは思うんですけど、どうなりたいかっていうのが自分にないとうまくいかないというか、だから高い目標を持つのがすごく大事で、私の目標だったのは日本一になる、世界一になるっていうのを掲げてきたので、こうやって続けてこれたのと、あとはやっぱり自分一人じゃできないので、家族とか、あと応援してくれる人の期待に応えたいっていうのが自分を強くした一つかなって思います。まず技を理解するのは大事だと思うんですけど、競技にしろ空手を習うことにしろ、そのルールを守らなきゃいけない、多分一番に匹敵するのかな。技を極めなきゃいけないんですけど、それを使ってはいけないっていう最大の約束があるので、やっぱり約束を守れないと、ルール上、ルールを守らないと空手はしてはいけないって思いますね。空手を通して相手の気持ちを思うとか、思いやりを持つ優しい心とか、あとは障害を乗り越えるこの勇気とか、突破するその強い気持ちだとか、そういうのを支える精神力が空手道の素晴らしいところだと思っているので、私も今それでそう教わって今があると思うので、まあ、それを指導者として子どもたちや練習生に教えていきたいな、伝えていきたいなって思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、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 1、2、3、4、5、6、7、8、9、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。